Radio Dialogue。5月25日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして佐藤圭です。よろしくお願いいたします。さあ、前回の配信皆さんいかがでしたでしょうか、はい、初の収録とね、プレミア公開、私プレミアム公開って言ってましたね。プレミアム配信って言ってたね。プレミア、まあ、プレミア公開っていう、映画のこうプレミア試写会みたいな、なんかそういう意味で名付けた名前というものだった。なるほどね。プレミアムではなかったようです。すごいなんかこう高級感みたいなものが溢れちゃってましたね。うん、プレミアムみたいな。いや、なんかそうなんですよね。初めて使ってみて、カウントダウン機能がついてたりと、ちょっと皆さん普段とね、雰囲気が違ったかなと思いますが、どのようにご視聴いただけましたでしょうか。ありがとうございました。本当にたくさんの方々にリアルタイムでご視聴いただいたみたいで、はい、私たちも追ってコメントだったり、メッセージを拝読させていただきました。本当にありがとうございます。そして今回また引き続き海外取材中ということで、はい、前回に続き収録の配信となり恐縮です。前回いただいたコメントの中から少しご紹介していきたいと思います。まずアガテランプさん、いつもありがとうございます。戦争って誰も得をしないということを日々痛感します。北欧もものすごい勢いで NATO に加入し、ロシアへの不信感、緊張がどんどん高まる中、日本でも勇ましい声が高まり、沖縄の基地負担すら押さえつけようとする声もあって辛いですという声をいただきました。はい、もう一つ、株式会社トリバースインクさんからいただいております。いつもありがとうございます。報道で触れるウクライナの情報は戦争が前面に出たものなので、デートをしているなどの日常を維持しているというお話は貴重ですね。嬉しさと同時に悲痛さも感じてしまいます。ということで、前回のレポーターの荻上知己さんにご一緒いただきましたけれども、まあやっぱりニュース、特に日本の報道を見ていると、どうしてもこう政治とか戦況寄りのものになってしまっているなという感覚があったんですけれども、まあ僕たち実際に現地に行ってみて、本当に日常生活も垣間見させていただいて、そこから感じたものも伝えていくことで、あそこには日常があるんだなとか、僕たちと同じ人が生きてるんだなということを少しでも感じてもらえたら嬉しいなと思っています。そうですね。ただ前回ね、本当にキーウ市内は一見すると、まあ平穏を少しずつ取り戻しつつありそうだなという、こう、空気感をこう感じつつも、もうそこから車で30分、車をね、走らせてみると、破壊の爪痕が非常にこう、色濃いところに、こう、すぐにこう、行き当たってしまうわけですよね。多分こう、まあ、東京周辺に暮らしている方々、東京駅から川崎駅ぐらいまでのこう、距離感で、そうですね。ね、すぐにこう、まあ、ぐちゃぐちゃになってしまった住宅地だったりが広がっている光景に行き着くっていうことをちょっとイメージしていただくと、あ、こんなに近いんだっていうことはね。日常との距離感っていうのがすごく感じる距離でしたね。さあ、今回はですね、収録しているのがウクライナの隣国にあたるハンガリー、ブダペストです。こちらの時間で5月の24日朝10時頃を迎えています。皆さんのチャットなど、通常通りリアルタイムで書き込みをいただくことができます。我々 D4P のスタッフも常駐していますので、ご感想であったりですとか、いろいろ書き込んでいただけると、また現地での取材にも活かしていきたいと思いますので、ぜひお願いいたします。ツイッターでもハッシュタグ D4P4 は数字の4なので、ハッシュタグの D4P で皆さんのコメントメッセージをお寄せいただけますと幸いです。今回の取材レポートでは、性暴力や凄惨な被害の様子をお伝えしております。ご自身の体調、そして心身の状況に合わせて無理をせずお聞きいただければ幸いです。さあ、今夜は現地取材報告、ウクライナ、破壊の爪痕が残る街といったテーマでお送りしていきたいと思います。はい。で、前回の収録後、ウクライナの首都キーウから、先ほど皆さんにお伝えした通り、1時間30分ほど離れた郊外の町、イルピンだったり、ブチャを訪れて取材した時のことを中心にお送りしていきたいと思います。はい、ここでゲストのご紹介です。今回、一緒にウクライナ、そしてその周辺国の取材をしている、ジャーナリストの伊藤詩織さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、伊藤さんはそもそも今回の取材に合流する前に、スロバキアもウクライナの隣国にあたりますけれども、はい、スロバキアで著書のブラックボックス、スロバキア語版そうなんですを出版されて、はい、なんかそのイベントでスロバキアに行っていらっしゃったという、はい、きっかけがありまして、うん、ず
ずっとウクライナの取材、また周辺国の取材をしたかったので、うん、なんといいチャンスだろうと思い、来たら、ね、うん、同じタイミングでウクライナに行くことができたということで、すごく心強く良かったです、うん。ちなみにそのイベントはどんなイベントで、どんな声に触れてきましたか？スロバキア文学のこうブックイベントだったんですけど、うん、こう結構これまでまあ、ヨーロッパで違う国の言葉でフランス語であったりスウェーデン語であったり、まあ、英語で翻訳した時に結構日本のその法律の遅れだったりこうカルチャーショックっていうのをこう読者から感じることがあったんですけど、実はスロバキアもすごく日本に似てる法律のあり方があったりしてですね、例えば刑法に性的同意についてが書かれていなかったりであったり、うんうんうん、すごく似ているポイントがあって、なので結構こう同じこう共感しながら、まだ私たちもここをやらなきゃいけないよねっていうトピックで話せたっていうのが、2022年、まだまだだなと思いながら話してました。なるほど。ね、本当にこう、日本もこう、まあ課題山積ですけれども、同じようなこう課題を抱えている社会とこう、いろんなこう情報交換をしつつ、じゃあ何がこう必要なのかなっていうことを改めてこう、まあ浮き彫りにさせて、で、次にこう進むこうヒントを得ていくっていうことも、また一つできることかもしれないですよね。うん、そうですね。スロバキアも、私たちその後もウクライナの国内だったり周辺国取材していますけれど、やはりそのスロバキアの国内にもウクライナから避難してきた方々がいらっしゃったと思うんですね、はい、そうした方々のもとにも伊藤さん行かれていたと思うんですが、そうですね、首都のブラスティラーバ、ブラスティラーバ、うん、ブラスティラーバに滞在していたんですけど、はい、一番大きなショッピングモールの中にもともとフォーエバー21があった大きなこう、うん、お店があったところに今こうヘルプセンターがあって、うん、でもともとこうブラスティラーバに住んでいたウクライナの方々出身の方々側の方がウクライナから来た方にこう同じ言語で対応するっていうところと、ハンガリーじゃない、ごめんなさい。スロバキア側の方々が、こう、物資の、こう、仕分けをするみたいな、こう、システムが出来上がって、で、かなりいろいろなヘルプセンターが、まあ、街中にあるのと、あと学校でももう、すぐに子供たちを受け入れるっていうことをしていて、学校の先生も、その、ウクライナ語とスロバキア語で、こう、スロバキア語の、国語の授業でも、そう、子供たちが、避難してきた子どもたちがすぐに馴染みやすいようにカードを作ったりと工夫をしていました。なるほど。いや私たち今ね、ハンガリーにいますけれど、やっぱりそのハンガリーでもこう言葉の壁で、ね、学校に行きづらくて、で、まあ、ハンガリー政府も対応していないわけではないんだけれど、まあ、その学校のこう校長先生のこうリーダーシップによってちょっとまちまちだったりっていうお話も、ね、昨日の取材の中で聞きましたよね。ありましたね。ただスロバキアに行った感想では、結構もう子どもは学校に行くことが全ての権利であるということで、うん、こう市民権がなかったり、まあ、でもすぐに学校に行けるみたいなんですよね、うん、で先生にお話を聞いていると、週2回、まあ、一応スロバキア語のサポートの授業みたいなものがあるんですけど、そのスロバキア語でこう一緒に学ぶというよりかは、うん、とにかくその今までの生活をキープできるように学校生活にまず身を置いてほしい、はい、友達を作ってほしい、コミュニティの中に入ってほしいっていう気持ちで学校側は受け入れてるっていうふうに言っていました。なんかそういう、こう国外のこうどういうふうにこう子どもたちをこう学校で受け入れていくのかっていうことをこう見ていくと、まあ、日本にもこうウクライナの方々だったり、はい、もちろんそれ以外のこう国々からもこう多くの難民の方々やこう、まあ、難民以外の方々でもね、その、まあ、日本のこう学校にこうどう馴染んでいこうかっていう、こう課題を抱えているので、そういう情報をやっぱりこう改めてこう持ち帰っていくっていうことは非常にこう、まあ、重要になってきますよね。そうですね。例えばこう食文化だったり生活習慣が多少違ったりするときに、はい、いや違うんだからうちに合わせなさいと、こう郷に入りでは郷に従えではなくて、お互いがどうやったらよりよく住みやすく共存していけるのかなっていうところを少しずつ探っていくという、まあそうした試みのベーシックに一番初めにあるものに、やっぱり同じ場を共有するという、まあ子どもたち同士が触れ合う学校の場であったり、大人たちが会話を交わせる場っていうのは絶対欠かすことのできないものではないのかなと思いました。そうですね。ただその後私たちがウクライナの国内に
って、で、先ほど皆さんにお伝えした通り、そのキーウの郊外に行ってみると、はい、もうそもそものそのインフラが破壊されてしまったり、あるいはその学校の建物自体が、その、まあ、ロシア兵によるこう、まあ、占拠をされて、はい、で、まあ、拠点にされてしまったという、はい、こう、爪痕が残っていたりということを目の当たりにしていくわけですよね。はい、で、まずそのですね、ウクライナのそのキーウ郊外の前に、の話に入る前に、私たちキーウ、首都のキーウ自体を少し街歩きをしましたよね、はい。伊藤さんも初めてだったと思うんですけど、どうでしたか、こう街の中歩いてみて。ちょうどね、私たちが、長い長距離バスで着いた日が、はい、15時間半かな、はい、ね、はい、が、ものすごくいい天気で。そうですね。そして人々も、まあ、街に出てきていて、路上で音楽を、ね、演奏している人であったり、デートをしている人だったり。弾き語りをしている方などもいましたね。まさかここで戦争が起こってるなんてっていう、こう、驚きもあったり、ただ街の中にはやっぱり戦争が起きてるんだなっていうことを思わせられる、こう、土のうが、ね、はい、積まれていたり、地下鉄の入り口なんかにね、はい、がありましたよね。あと、ウクライナ料理がすごく美味しかったっていうのが、はい、すごいですよね。はい、いや、本当にこうしたカルチャーのこともすごい伝えていきたいなと思うんですけれども、まあ、ウクライナって本当に多様な人々が暮らしている、はい、国で、僕たちもクリミアタタール料理屋さんに行きましたよね。いや、クリミアタタール料理、ちょっと衝撃的に。ずば抜けて美味しかったですね。なんでしょうね、こう、ヨーグルトの、こう、ちょっとキュウリと、玉ねぎみたいなものと、あとはニンニクを混ぜた冷製スープ。そう、こう、ガスパッチョのヨーグルト版みたいなね、感じのものとか、あと、多分、独自のチーズを使った、はい、何のような、すごく美味しかったですね。伊藤さん、たくさん食べられてましたね。もう、はい。そうですね。ちなみにですね、少しだけクリミアタタールの人たちのことについて説明しますと、あまり馴染みのないなという方もいらっしゃると思うんですね。で、クリミアタタール人と呼ばれる方々は、第二次大戦中に、あなたたちはナチスドイツにこう協力しただろうというふうにこう言われてしまって、うん、まあ、ソ連のそのスターリン側によって中央アジアにこう強制移住を強いられた人たちなんですよね。で、旧ソ連時代のその末期から少しずつこう帰還が進んでいって、まあ、クリミア半島の人口の約1割強ほどをこう占めるようになったと言われているんですけれども、ただ、2014年にロシアが一方的にそのクリミアの併合を宣言して、で、まあ、抑圧をこう逃れた、恐れた一部のタタール、クリミアタタールの方々が、ウクライナ各地にこう散らばっていて、はい、で、私たちが行ったのは、クリミアタタール料理のムサフィールという料理店でしたけれど、はい、そこもやはり、そうですね。2014年の併合がね、きっかけで、このキーウに移って、移ったらもう、ものすごい、こう、盛況で。もう予約をしないと入れないっていう。そうでしたね。ね、しかもね、4店舗、キーウ市内にあるということで、ね、その複数店舗展開するまでになって、なんか調べちゃいましたよね。調べちゃいました、ね。東京にクリミアタタール料理のお店ないかなっていうふうに、残念ながらないということで、ですね、あれ、なんか、支店を作る、こう、新たなプロジェクトを始めなければでしょうかっていうことをね。本当にレシピを皆さんにシェアしたいですね。これ、チーズはまず、ね、同じチーズ難しいから、どうなんだろう、牛乳から作るのかな。そうですね、ちょっと研究してみたいなって、やっぱりこういうカルチャーからね、こう切り口で、ウクライナのことを、あるいはその、まあその周辺国で何が起きているのかっていうことを知っていくっていうことも一つの切り口かなと思いますよね。そうですね。かつ、そうしてこう、一部の方は、脱出して、またその文化を立て直すというようなことに、生活を継続することができましたけれども、それをできない方が、どれだけいるんだろうかということを考えると、ね、やっぱりこの戦争というもの、まあ、一方的な併合という侵略というものがどれだけの文化であったり日常を奪っていったのかなということをすごい感じさせられる、はい、まあ、それぐらいのこう魅力的なものでもありました、はい、ただ、ね、先ほど伊藤さんもおっしゃったようにその、まあ、キーウ市内にもやはりこうやっぱりこう戦時下なんだなというふうに思うような、まあ、土のうが積まれていたりバリケードがあってそこから私たちがこうキーウに着いた翌日ですね、向かったのが、約20キロ、25キロ離れたイルピン、それからブチャという、こう、街でした、はい。もう集合住宅がこう真っ黒焦げになっていたりっていう、こう、光景も学んだりにしましたけれど、ね、何かこう、
イルピンとそれからブチャに行って特に印象に残っていることっていうのはどうですか？打って変わって天気がね、私たちが明けてる時の天気がもすごい寒かったですね。凍える頃の、ね、その前の日は半袖でも暖かかったのにっていうところもあって、すごく別世界にこう行ってしまったような気持ちになりました。で、ただすごく印象に残っているのは、まあ必死にこう自分のもともと住んでいたこう部屋だったり家に戻って作業している人たちが自ら自分のストーリーをあの、ね、オープンに語ってくれたこと、うん、そうなんですよね。本当についこの間起きていた産地であったり、まあ、自分の家族とバラバラになっている状況で、うん、すごくオープンにいろいろなことを、うん、あのお話ししていただけたっていうのはかなり予想外でしたね。本当になんかこんなにねこう爪痕がまだ生々しいところで言っていいんだろうか声をかけていいんだろうかっていうこう躊躇を抱えながら来ましたけれど、はい、私たちから声をかけてお答えいただくこともありましたし、あとはやっぱりあの路上で出会ったあのアレクサンドラさんという81歳のおばあさんいましたよね、はい、うん、戦争を2回経験したんだよって言いながら声をかけてくれましたよ ね、向こうから声をかけてくれましたよね。でもやっぱりね、彼女の家も占拠されて、はい、屋根の上にこうスナイパーがこう陣取って、で、要は、その、まあ、彼女の大切にしてきた家がこう、うん、殺害のこう拠点になってしまったっていうことなわけですよね。ものすごい明るい人で、うん、一緒に写真撮ってってね、来てこう、あら、日本から来たのって笑顔で話しながらも自分の家がその拠点になって、うん、自分の親しい隣人がスナイパー、に殺されていく姿を見たっていう言葉を発した瞬間、涙を、体が震えていらっしゃいましたね。すごくそこにその自分、彼女の明るいキャラクターと、その今の非日常的なものと、まだきっとこう自分の中でその家に帰っていくことに対してもいろんな気持ちがありながら、あの町に住み続けるっていう、続いていくものとすごくいろいろなこう、ね、ものを感じました。あとやっぱりそのイルピン・ブチャをこうあの訪れてといいますか、まあこれはキーウでもこう言えるのかもしれないですけれど、本当にこうペットを飼ってる方が多いんですよね。多いですね。ですよね。街の中でもね、こう、例えばキーウってものすごくこう広いこう公園があったりしますけれど、なんかこう家族と歩くように、あるいはこうデートを楽しむように、ペットたちと一緒にこう歩いているっていう場面、はい、多かったですよね。だからやっぱり、ブチャやイルピンでもペットと一緒に住んでいたんだろうなっていう、こう、犬小屋であったり、どこから来たのって思うような、すごく人懐っこい猫だったり、に出会いましたね。ね、最初にお邪魔をさせてもらったご家族は、まあ、あの、家の本当にこう目の前で、あの、まあ、玄関の前ですね。で、あの、爆弾が炸裂して、まあ、2歳だった、あの、犬のレックス君が亡くなってって、なんかその、ね、ペットが亡くなったっていう言葉にこう違和感を持つぐらい、こう、家族が亡くなったっていうことですよね。ご家族にとっては。なんかそんな、あの、本当にこう、一人一人にこう、あの、違った、こう、悲しみがこう、刻まれてしまっている状況だったと思うんですが、はい、あの、二日目はですね、あの、私たち別行動だったんですよね、はい、実は。あの、私たちはあの、まあ、イルピン、ブチャ、それからあの、さらにこう、北西に行ったボロディアンカというコミュニティに来ましたけれど、伊藤さんは再びイルピンに訪れて、それからあの、まあ、ご自身が、あの、特にやっぱりこう、力を入れて取材をしてきた、こう、性暴力だったり、その、ジェンダーの関連のこう、取材をしたというふうに伺っているんですけれど、まずあの、別行動でこう、イルピンに行って、どんな方々にこう、会われましたか？はい。別行動でまたイルピンとブチャに戻ったんですけど、やはり印象として、まあ、あの、男性が、あの、ね、あの、周辺されてしまうという中で、女性たちが残っている、女性たちが帰ってきているという中で、あの、いろいろなお母さんたちに出会いましたね。で、まあ、やっぱりこう不安ながらに子供を守りながらどう今後生活をしていくのかっていうことを語りながらも、すごくいつもアイディアフルにどうやったら子供とこの
状況を切り抜けられるのだろうかっていうことを考えていらして、うん、一人のお母さんはバスルームにずっと2週間ほど子供たちと避難していた、うん、お風呂場、はい、お風呂場だとこう窓がないで一番こう建物の中心にあったのかな。なのであの壁も厚かったりするかもしれないですね。そうですよね。で水もあるし、うんうん、そうということですごく安全だと。なのでバスタブにたくさんのクッションや布団を敷いて、うん、子供たちにそこでこう船のようにこう楽しんで、でバスあのお風呂場のその壁にいろいろなこう学校の友達の写真だったり、うん、こうあの飾り付けをしてこうそこで教室ごっこをしたりして2週間過ごしたんだよって話してくれるお母さんもいますね。ね、やっぱりこう戦時下でもどんなふうにこう子どもたちにこう恐怖心を与えずトラウマを与えずっていうふうに大人たちがやっぱりそこにこう苦心して、はい、お母さんたちがそこにこう知恵を絞ってっていうことの一端がそこに見えますよね。見えますね。またやはり、まあ、イルピンプチャではあの性暴力のケースも報道でたくさん、まあ、あの耳にしていたので実際どういったことが起きていたんだろうと思ってこうあのお話を伺っていたんですけど、まあ、もともとやはりこう性暴力っていうトピックは語りづらいトピックでウクライナではやはり、まあ、日本でも多分同じようにこうなかなかこう警察に行けないでそういった話をオープンにできない、うん、プラスそれが今そうやってねこうあの自分たちを攻撃してきているロシア軍からというものだったら、うん、さらに言えなくなってしまうというものがこういろいろな例外があるようでなかなかそういったお話は自分の友達自分のこう知り合いがっていうことは聞きながらも、うん、こう直にお話を伺うことはすごく難しかったんですよね、うん、で実はあの警察にも行って、うん、あの特別なチームを作っている性犯罪のチームを作っている方にもお話を伺ったんですけどこの3ヶ月続いている、戦争の中であのレイプケースが報告されたのは1件報告がっていうことですね、はい、そのキーウ の、うん、あの警察ということですね。そうですね。ただ、うん、あの被害を受けられた方はあのキーウ郊外 の、うん、あの方なんですけど、うん、この、はい、あの起きてから1件っていうのにすごく驚きました。また、うん、その起きたのも、まあ、その被害を受けた女性が自分でこうあの被害届を出したのではなくあまりにもひどいストーリーだったんですよね、うん、あの自分の夫が殺され、お母さん おばあさんと息子がいる中で、うん、この彼らを殺されたくなかったら言うことを聞けということで性暴力を受けた、うん、でなのでそれをから逃げた後に友人に話をしたら友人がそれを SNS に載せて、まあ、被害が発覚して警察 の、うん、あの捜査が始まったということなので彼女自らそれをお話ししているわけではなく彼女はもうすでに国外に避難されていたりだとか、うん、だからなかなかこうただまあ警察に行く方が、まあ、この戦火の中で自分の身を守らなければいけない。まず、セーフプレイスに行かなければいけないという中で、被害届って確かに出す余裕なんてないんだろうなっていうところと、また、アフターケアにおいても、その、性被害を受けた後は、モーニングアフターピルが必要だったりしますけど、その、戦火から逃れるのに時間がかかりますよね。だから被害、直後すぐにそれが受けられるわけではなくその話を伺ったあのケースの女性もなのであのモーニングアフターピルの処方は受けられなかったっていうことだったんですよね。やはりそのもともとその語りづらい事情があった上にこの戦争があの起きてしまってこれだけやはりあのレイプケースがあったんではないかっていうことは報道ベースで少しずつあの明らかにはなっていますけれど、はい、それが実際にこう例えばあの被害の救済に実際につながっているかどうかっていうところにやはり隔たりがあるっていうことですよね。そうですね。ただやはりこうあのお話を伺っていると、うん、まああの裸のままで、まあ、頭部を撃たれた女性の遺体が見つかっていて、うん、あの性暴力を受けたんじゃないかっていう疑いがある。ただすぐにその
ご遺体の、確認ができなかった、遅れてしまった、被害がやはり把握できないこの戦火の中でっていう、こともあるみたいですね。その検証のこう難しさですよね、はい、その語りづらいですぐにこう調査ができなかったということのこう難しさ、こう何重ものこう壁がありつつも、ね、私たちも実は初日のブチャで、はい、ブチャのこう、まあ、近接しているこうコミュニティにボルゼルというところがあるんですけれども、はいはい、まあ、そこにこうずっと留まっていたお医者さんにお話を伺うことができましたよね、はい、で彼もやはりこう自分のこう留まっていたコミュニティの中で、これは男性のケースでしたけれど、はい、まあ、男性が、一人の男性が、まあ、複数のこう男性兵士たちにこう性暴力を受けて、でそれを苦にして自ら命を絶ってしまったんだということを非常にもう声を震わせながらこう語ってくださいましたけれど、やはりその難しい、非常にこう検証にはこう時間がかかると思うんですけれども、それを一つ一つやはりこう可能な限りこう明らかにしていくということが、やはりこう今後繰り返さない、そして本人たちをどういうふうにこうケアにつなげていくのかっていうことの、まあ、一つのこう鍵にはなっていきそうですよね。そうですね。そしてやはりこういった戦争が起きると、まあ、性暴力が武器として使われてしまう人に対して、その人に対してもこう傷を残す、うん、その人がつながっているコミュニティに対して家族に対しても傷を残すっていうことで、まあ今後共和国で性暴力を受けた女性たちを、うん、治療しているサポートしているムクウェギ医師も、うん、レイプは最も安い兵器だって言っていましたよね、うん、そのくらいやはりこういったことが起きると必ず性暴力が起きるでっていうことを、やはり初めて私も取材の中で目の当たりにして、ものすごくこう、その理由がよくこう、感じることができました、うん、というのは、まあ、私も一サバイバーとして自分の身に起きたことを確認するの、まあ、自覚することに時間がかかったんですけど、うん、やはりこういった戦火にある中で、まずは自分の、ね、安全、身の安全、命の安全を確保しなければいけない、うん、でその後にケアを行おうとしても、まず自分の帰れる場所、家であったりコミュニティが破壊されてしまっている、自分のアイデンティティの一部が破壊されてしまっているっていうってなると、こうね、セラピストの方にもお話を伺ったんですけど、はい、こうセラピーを始めていくためにも、そこの土壌がなかなかこう、まあ、必要なこうセーフティーの気持ちだったり、その整う場所がなかなかこう早く得られない、時間がかかってしまう、トラウマが長期化してしまうっていうお話も伺って、そのセラピストの方は、まあ、よくトラウマケアで使われる Here Now、ここに今っていう手法をお話しされてましたけど、いくら Here Now 自分を感じてこういても、その自分の周りが毎回こう苦しい爪痕を突きつけられるものである限り、そのヒーリングプロセスっていうのはなかなか難しいのかなって、すごく感じました。セラピストの方に私も一緒にね、お話を伺いましたけれど、はい、今おっしゃったように、こう、自分が今いる地点が自分のホームだと思えない。それゆえの、こう、心理的なケアの難しさ、不安定になってしまう。で、そのケアにこう、つながりにくいということで、ますますこう、まあ、今後、その人がこう、回復を、の道のりにこう、時間がかかってしまうんではないかということをこう、懸念していて、そう考えると、今まさにこう、破壊の爪痕がまだ生々しい状況で、こう、一時期ほどではないかもしれないですけれども、メディアのこう、関心もこう、集まっている。でも、ご本人たちがこう、例えば日常を取り戻していくこと、自分自身をこう取り戻していくっていうことには、ものすごくこう長い道のりがかかって、その見越した息長いこう支えがこれからますます必要になってくるっていうことですよね。そうですね。ただやはりセラピストの方もお話しされていたのが、まずウクライナの中で、セラピーを受けるだったり心のケアをする、そういった場所に行くっていうことにすごく
慣れていない、うんうん、同時にそれを良いことと思われないんじゃないか、コミュニティからっていう気持ちを持ってる方が多いので、うん、それそういった声、その心のケアをすることが必要、普通なんだよっていうことを、うん、戦争が始まる前にもっとやっておければ、おっしゃってましたねって言っていたので、それをもっと国際社会からその心のケアについての必要性であったり、うん、それが恥ずかしいことじゃないっていうことを語ってほしいっていうことを言っていて、うん、それはすごく日本でも多分感じている方もいるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからそれが本当に私たちの健康であったり今後の、まあ、続いていく日常の中でとても必要なものであることっていうことと、うん、同時にまた戦争が関わってくる性暴力のケアっていうことをこれまでされてこなかったので、そういったところのエデュケーションもセラピストの間で必要だっていうふうにおっしゃってました、ね、そうですね。さっきおっしゃったみたいにイラクやシリアでもこう感じることでしたけれど、はい、やはりこう性暴力っていうものが戦争で治安が悪かったから、まあそういうところでたまたま起きたんでしょっていうふうにこう矮小化されて語られることがありますけれども、明らかに支配の道具、はい、支配の手段として、蹂躙の手段として使われてきた。で、何重ものこう、まあ心身のこう傷を人たちがどういうふうにこれから自分自身と向き合っていくのか、うん、そして今おっしゃったようにこうその方々と向き合うセラピストだったり支援者の方々もどういうふうにこうノウハウをこう得ていくのかということを私たちもこう息長く見ていきたいなと思います、はい、で伊藤さんもね語ってくださったようにご自身もこうサバイバーとしていろんなこう活動だったり取材に携わってこられたと思うんですけれど何か告知などは最後にあったりしますか？今私もまあ性暴力がきっかけで日本の刑法に対してのこう、うん、やっぱり疑問であったりこう思うところがあって声を上げたのがきっかけだったんですけど、うん、やはりその今現存する日本の法律の中刑法の中、まあ、でどういったこうケースがあるのか、そして自分のケースがどう当てはまるのかっていうことをこの数年見てきて、まあ、アクションを起こしてきたんですけど、その一つの中で民事裁判をずっと続けてきているんですよね。うん、で今は、まあ、その性暴力の本訴の、まあ、ケースと同時に誹謗中傷、やはりそれを話したことに対して起きてしまったネット上での誹謗中傷についてのケースを、抱えてるんですけど、やはり初めて、まあ、これまで民事裁判をやったことがなかったので初めて抱えてみて、うん、まず反訴を起こされた時に、はい、ね、1億3000万を請求されてしまったり、うん、そういった時に実はこの民事裁判を支える会という、はい、有志の会がオープンザブラックボックスという、うん、会を立ち上げていただいて、いろいろなこう社会の中にあるそういったブラックボックスを一緒に開けていこうっていう気持ちを持った仲間たちが集まってくれたんですよね。で、私はそのおかげでこれまで弁護士費用であったり移動費であったりを募ることができて、はい、これまで裁判を続けることができたんですけど、やはり裁判日本特にお金がかかるんですよね。で、なのでもし可能であれば、そちらへのご支援もお願いしたいと思います。はい、オープンザブラックボックスで検索をしていただくとサイトが出ていきますので、皆さんもそちらぜひご覧いただければと思います。伊藤さん、また一緒に取材をしたりですとか発信をする機会があると思うと思うんで、はい、思うんですけれど、今後とも引き続きよろしくお願いします。はい、日本でまたクリミアタタールの料理をちょっと一緒に研究しましょう。はい、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。一点ですね、今回の放送中にムクウェゲ医師に関する発言がありましたけれども、ご活動されているのが、コンゴ共和国ではなくて、コンゴ民主共和国でした。こちらだけ、訂正してお詫び申し上げます。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方は、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。こうした海外取材もサポーターの方々の支えが欠かせません。
よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週6月1日水曜日の放送は、引き続き現地からの取材報告の模様をお送りしたいと思います。現在はハンガリー、ブダペストに滞在していますが、また来週は別の場所、別の国にいる予定でございます。どんな取材報告になるのか、ぜひお聞きいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ということで、レディオダイアログ、来週のこの時間に21時にまたお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと、佐藤慶でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。